確かに声優には声しかありません。だからこそ表現力が命。ありがとうございます。おはようございます。取材中、表現力を鍛えるワークショップに参加する機会がありました。はい、榎木純也、35歳独身です。最近自転車にハマってまして、チョコバナナ、チョコバナナって言い合うんです、はい、で俺は完全にチョコ派で、榎木さんはバナナだからバナナどういうつなぎ方がいい？恋人つなぎしてあの時計を一緒に眺めてよーい、はい、チョコバナナ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 バナナ、バナナチョコバナナチョコバナナチョコチョコアニメとのコラボで総務省消防庁のポスター撮影も。熱そう素顔は脱力系なのに制服着ちゃうとなんだかシャキッと見えますね。おかしい、本当にやんの？本当にやんだ。じゃあ、場所を移動します。はい、じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。店長小田島役、榎木純也さんです。榎木です、お願いします。お願いします。じゃあ、意気込みを。意気込みですか。セリフを入れることを普段しないので忘れないようにしたい。台本読んでるから。はい。7分ほどのホラー作品でちょっぴり怪しげなスーパーの店長を演じました。売上は地域でナンバーワン。なんか面白いですね。そしてこの日は呪術廻戦のアフレコ。もうはい、ちょっと相談があるんですけど、うん、もし音が大丈夫なら、うん、今日なんか下にしゃがんでこうやって撮ることとかってできたりしますか？できる。このぐらいでやってみてもいいですか？うん、立ちシーンはなんかこっちで撮るとか、例えばその一番最初の、うん、とかね、で寝転がってるし、寝転がってやりたいとかってあったりするもんね。そうですね。まあでもね、声の出し方違ったりする。ここぞという時だけやろうかなと。一体どんなセリフが飛び出すのか。ピロ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 